ニュースしゃべり残しということで昨日はですね一部バグがありました。ところが「バグがあった」って書いたつもりがですね「パグ」だったかなんか書いてた可能性があってある人からツッコミが来て「パグ!」パグって私昔飼ってたとかいやそ,それ違うし「バグ」ですからどんなバグがあったかというと。 えー、まあともしかすると今日2本目撮るかもしれないんでその時にお話しするかなっていうぐらいな感じでさあ今日のしゃべり残しですがいろいろあるんですよ今日実はあの5、ー、時代にですね、えー、いわゆるその特定外来種ってやつですか、えー、アメリカザリガニとアカミミガメまあ園あ地、えー、で売ってるミドリガメって小さいやつですねこれあのカメですか鶴は千年カメは万年まあ万年はいきないですけどどんどん大きくなって。 結構あの意見を話されたりなんかしてこれがあの非常に生態系をね壊すということでただアメリカザリガニなんか私子供の時からその辺にいくらでもいましたから今更これ規制してどうなんのって話もあるんですがえでこれ規制されます。で今日ニュースの解説をしてる中で一番肝心なことを言うのを忘れてですね多分これあの今年のえ通常国会の間中に アメメリリカザリガガニと、まあ、緑です、ね、えー、これについて販売放流が禁止されるということで、えー、法案が,改法律が今ある法律が改正されるんですけどもそうなるとすすでにカメ飼ってる人どうするのこれ実は今までの特定外来種の場合は飼うのも禁止っていうのが大原則なんですがただこれアカミミガメミドリガメについてはですね飼ってる人がものすごく多いんでこれ法律で今から一律に飼育も禁止って言った時にに まあ長年飼ってるペットだからかわいそうだからって言ってですねやっぱり網に紛れて捨てに行っちゃう人が出るだろうとかえってそうすると環境に負荷があの生じるということでおそらく今のところの方針ではあの飼育も原則として禁止なんだけどもすでに家庭で飼っている場合にその飼うのは認めるよとなおかつ、えー、その辺にいるやつを拾ってきて自宅で飼う分には あのこの赤カミガメだから通称緑ガメとアメリカザリガニに関しては、えー、認めましょうというどうもそういう方向性になりそうだと、はいえー、ここまで本当はしゃべらなきゃいけなかったんですがしゃべってる途中でね、ま、今日はもう第1コーナーで、えー、国連の話をしてる時に途中で終わっちゃってですねさすがにこれはまずかろうということで幼児代のお便りコーナーで、えー、完結は一応させました。 それで言うと今日ね、ねウクライナ問題で一つあの重要な話があってこれ解説しておきたかったんですが解説する時間がどこにもなかったんですがウクライナのゼレンスキー大統領はこのほどですね EU への、えー、加盟申請書に署名したということでウクライナは EU に加盟しますよという申請をしたということなんですがこれ、一部にあの EU への加盟っていうのとそれから NATO の加盟とかどうもニュースが今度これあの、 私のこのコーナー聞いてるレベルの人は多分そういう混同はしないと思いますけれども普通の人にとったらなんだかよく分かんないっていう方多いと思いますが、えー、はっきりしておきますけど EU っていうのはヨーロッパ連合なんですがもともとはですね、えー、石炭同盟みたいなところから出発してそれが私ら子供の時には EEC ってヨーロッパ経済共同体っていうのに発展したんですがだから長年 EEC 経済共同体これどういうことかというと、まあ、あの西側のヨーロッパ諸国がですね まあ、国々の貿易に関して例えば関税全部撤廃してゼロになって経済的にはもう国は違うんだけど、えー、一つの塊にしましょうそれがまた EU っていう大きな政治的な統合も含めて考えられるようになって、まあ、政治的にはまだ統合してませんけれども通貨統合昔はドイツはルクイギリスあイギリスのポンドは今でもポンドですが、えー、フランスのフラン、えー、とうとうみんなあのヨーロッパのそれぞれの国は通貨違ったんですがこれはまあ EU になることによって今ユーロという通貨統合が行われた、えー、でここに入りたいとウクライナが言ったということであくまでもこれは経済と、まあ、将来的には政治も目指しますが現状においては経済の統合体に入りたいでなおかつこれ入りたいと言ってもですね言、まあ、いや全すでの既に入っている EU の全ての国がこれ合意しないと入れないしで入るためには 結構あの基準が厳しいんですよだから EU に入りたいと言ってすぐに入れてもらえるかっていうと、まあ、少なくとも数年はかかるんで直近起きている戦争に影響を与えることがないん,はないんですが、まあ、精神的にはウクライナはヨーロッパの国の中の一つなんだからロシア帝国の参加の国じゃないんだよということを明確にアピールするというところに目的がある。で NATO というのは まあ、EU と表裏一体のところはあるんですけれどもこれあくまでも軍事同盟で NATO に入るということになるとまたこれ別の議論なんで今のところあくまでも今日のニュースは、えー、経済の共同体であるところのこれがまあ主眼中心将来的には政治統合も考えてるんだけど今はもうあくまでも経済の一つの塊である EU にウクライナが正式な加盟申請をしましたというニュースであって、えー、NATO という軍事同盟の話とは直接結びつかない。 いうまあ、これはえちょっと要注意ポイントかなという気はいたしますが、まあ、このコーナーお聞きになっている皆さんご覧いただいている皆さんにとってはもう釈迦に説法レベルの話だろうとは思います、えー、そのウクライナの話でいうとねちょっとやっぱり一番今日言っときたかったのはやばい話がですね、えー、ロシアのプーチン大統領何言ってるかというとフランスのマクロン大統領と電話協議したんですが。 紛争解決の条件としてまあ、クリミアのロシア編入を認めること。それからウクライナの非武装化、中立化などを主張,主張する一。一方でっていうか、その中でこう言ってんですね。ウクライナの民族主義者が一般市民を生きた盾として利用して。いる非常に危険な言い分です。何が危険かというと。 えー、これからおそらくあの攻めあぐむロシアとしては、まあ、今ウクライナの徹底抗戦にあってますから攻めあぐむロシア側としては、えー、大量殺人につながる、えー、空爆無差別空爆に近いような攻撃、えー、一部にあの気化爆弾というのが使われたという情報もありますこれまだ裏が取れてないんですがクラスター爆弾というのは例えばクラスター爆弾ってこれも全部国際条約で禁止はされてるんですけど でもいっぱい各国持ってんですね、あのー、まあ簡単に言うと爆弾の中にパチンコ玉みたいなものが仕込んであってバーンと破裂すると広い範囲の中にその弾がいっぱい四方八方に飛んでいく形で人間殺傷するためのものこれがクラスター爆弾なんですが、えー、今回ロシアが使ったかもしれないと言われてるのが燃料気化爆弾といってですね 簡単に言うと燃料を大量にに空中に散布すするんですねそれが一斉に火がつく形で大爆発を起こすという、まあ、あの放射性物質は出ないけれども小さな核爆弾に近いぐらいの威力があるような爆弾でこれも当然え人道的に使っちゃいけないっていう爆弾で何が起きるかというと空中に大量にまかれた燃料が一斉に火がつくことでドーンという巨大な衝撃波が生じるんですよ。 そうすると人間の体がそれを受けると押しつぶされるんです簡単に言うとそのたり一体もう広に,に居住している人の体が衝撃波で押し潰されて内臓潰れるぐらいの衝撃波で,でそれでそこにいる人たちが次々死んで一体の人たちがみんな死ぬという、まあ、とんでもない殺傷兵器なんですがそれを使った可能性がある。 もし本当にそうだとすると次に使うものとして攻めあぐむロシア軍が考えるのは当然戦術核っていう小さい核兵器いうことになりますからちょっと今あのかなり恐ろしいでさっきの文言なんですが、えー、一般市民をウクライナの民族主義者が一般市民を生きた盾として利用していると主張し始めてる。つまり、えー 一,一般市民を殺すつもりはなかったんだけどウクライナが人間の盾として一般市民を使っ,使ってるから結果的に一般市民が死んでしまった一般市民が死んでしまうのはあのロシアのせいではなくてウクライナのせいだということを今プーチン大統領が主張し始めてるということは、まあ、裏を返すとその種の大量殺傷兵器の使用もうん躊躇しないという意味にとれるので。 まあちょっとやっぱりプーチン大統領の精神状態がそんなことをして長い目で見た時得しないだろうって話なんですがなんでこんなことをするのかというと領土欲みたいなものでしかないわけでじゃあ領土欲みたいなことになると何か話し合いで解決できるかっていうようなレベルのもんじゃないですからこれはあのこういうことは実現できませんよということを 一つ手本として示すという意味においてまあウクライナは徹底抗戦するしかないしまあやっぱりウクライナの徹底抗戦に関して言うと我々はそれを支持するということでないと同じようなことを考える他の国が出てくるということがありますからね。えー、他にもいくつかしゃべり残したことはありますが。 まああのそのあたり整理して今週はぼちぼちしゃべっていこうとあコロナに関してもですね、えー、まあおそらく今週終わるといわゆるその同じオミクロンでも型の違うやつがあるという話になってますで型の違うやつに置き換わってそれがもういっぺん波を作るのかそれとももうすでにあのオミクロンの型に感染しているのはそれがちょっと違うだけの方はもう感染しにくいのかというようなことが データ的に今週来週ぐらいに出てくると思いますのでそのあたりちょっと注意深く、えー、数字の推移を見ていこうと考えております。ということで昨日は、えー、ちょっとあのバグが生じたために昨日はあの収録したやつがお蔵入りになってしまいましたので今週はそういうことがないようにぜひ皆さん「風のことは医者に聞け」「あ、違う風のことは風に問え」 傍ら、はいえー、に置きながらご覧をいただけるとありがたいと本日もご清聴ありがとうございました。